どんぐりFM。じゃあ今日のゲストは水野さんに来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水野さんって、はい、カリーバ東京カリー番長っていう人なんですよね、はい。そうなんですよ。あとカレースタートも言われてるんですよね。はい。はい、それはつまりどう何をする人なんですか。まず東京カリー番長っていうのは、はい、僕のことを指すんじゃなくて、はい、僕が所属していたグループの名前なんですよ。グループ名なんですね。もうね、これがまずもって分かりにくいんですよ。はい、で番長って言ったら普通一人の人のことを指すじゃないですか。そうですね、はい、番長っていう名前のグループがあるんですよ。じゃあ男12人組よ、はいはいはい、でこの男組みたいなもんです。ちょっと古いけど、はい、なるほど、はい、そのグループ名がカリー番長で、はい、その一員が僕なんですね、うんうん。なるほど、グループのメンバーなんですね。そう、メンバーで、はい、このグループは僕が立ち上げたグループ、はい、で全国もう18年ぐらい、はい、全国各地に出張して、うん、ライブクッキングでカレーを作ってその場で提供するっていうのをメインの活動としてやる、はい、だから出張料理集団っていうふうに呼ばれてるんですよね。そして、はい、ここまで説明してあれですけど、はい、その東京カリー番長ってグループを、はい、僕は今年の頭に脱退しまして、あ、そうなんですか。立ち上げメンバーそうそう、自分で作っといて、はい、で別に喧嘩したわけでも何でもないんですけど、はい、ちょっとそろそろ飽きたかなと思って、うん、他のメンバーにも託してソロ活動をされると。そう、もう僕はちょっとソロ活動というか、はいはい、まあ、他のグループも立ち上げてたりとかして、うん、いろんなグループがあるので、はい、まあ、東京カリー番長っていうのは実は一番古くて僕の中では、はいはい、まあ、一番愛着もあって長いこと一緒にやってきたグループなんだけれども、うん、はい、妻でもここにいてはいかんみたいなことで、うんうん、もう勝手に僕が、はい、でとりあえずここ抜けようと思ったんですよね、うんうん、でこの抜けるタイミングで、その自分は一体何なんだろうかってことはちょっと考えるわけじゃないですか。そうですよね、はい、今までずっとカリー番長って肩書きがついて回ってたのに、うん、で困ったなと思って他にもね、はい、東京スパイス番長とか日本カレー番長とかいろいろあるんですか。カレー将軍とかですね、はい、もういろんなグループ立ち上げてるんですよ、いろんなメンバーで。そうなんですか。スパイス伯爵とかなんか肩書きにちょっと一貫性ありますね。カレープラスなんか。そう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 。で、ともかくそれは毎回、うん、まあ、いつもテーマが、例えばスパイス伯爵だったらジビエカレーを、はい、なんかその漁師と組んで、うん、その全国の鹿肉とか獅子肉を使ったカレーを開発していこうみたいな。テーマが決まると、はい、その漁師とか、うん、あとシェフとかを集めてグループ結成するんですよ。うんうん、とかスパイス番長っていうのはインド料理を徹底的に研究しよう。でそれを集めて毎年インドに行くメンバーを決めたりとかって、はい、そメンバー募ってテーマを決めてメンバー募ってグループ名つけて活動開始みたいなのを次々やりすぎて、うん、よく分かんなくなってきたんです自分でも、はい、で行って一体僕はどうしたらいいんだろうみたいなちょっとこう瞑想が始まった時に、うんうん、たまたま糸井重里さんと対談する、はいはい、機会があって、はい、でどうしたらいいか分かんないんですよねって相談をしたら、うん、まあいろいろ話があって最終的に糸井さんから、うん、カレースターっていう肩書きはどうだと、と言われて、はい、それ自称するんですかみたいな自らスターを自称してしまう。そういうのは周りの人が言ってくれて成立するのに、はいはい、プロフィールカレースターってちょっと相当変な人だなと思ったんだけどなんかちょっともう自分でも分かんなくなってたし、うん、まあ、それはそれでいいかもねってことになって、はい、でカレースターと。なるほど。今はカレースターを名乗ってますね。まあでも何してる人か相変わらず分かんないですけど、でも、まあ、そういう料理人とかが近いんですか。まあだからカレーにまつわるいろんなことを何でも食べる方も作る方もやるんですけれども、はい、ただ東京カリー番長の活動がやっぱりベースだっただけに、はい、カレー専門の出張料理人っていうのが一番僕の、まあ、メインなんですよね。カレーをうちで作ってくれっていう問い合わせが結構あるもんなんですか。さすがにね個人の依頼は受けないようにしてるんです、はい、キリがないので、はいはい、ただオープンなイベントでフェスとか、うん、例えばクラブイベントとか、はい、何かしらその、いろんな人が参加できるパーティーみたいなものとか、はい、そういうところに行ってその、うん、イベントオリジナルのカレーのレシピを開発して、うん、でその場でライブブッキングして提供するっていうので全国回ってるって感じですね。しかも今回のカレーライス進化論って本書かれて、はい、これ読んだんですけど、はい、なんかカレーが美味しいとかそういう話じゃなくて、うんうん、めちゃめちゃ学術書みたいな超カレーを研究してますよね。そうそうそうなんです。カレーの歴史とか、なんかこの本はね、はい、なんか進化論ってある通り、はい、
あの日本のカレーって150年の歴史があるんですね、まあ、明治維新の頃にイギリスから日本にやってきてるんで、うん、でそこから150年間進化して今もう国民食と言われるぐらいこう、ね、有名なものになってるんですけど、うん、まだまだなんか進化の余地があるというか、うん、まあ、たかだか150年ぐらいの歴史しかないので、はい、あの例えば中国3000年とか、ね、うん、4000年とか、はい、インドも5000年とかいいじゃないですか、うん、に比べたら本当にまだまだよちよち歩きなので、うん、もっとこれからあのこの日本のカレーライスっていう料理が、うん、その進化していくポテンシャルがあるはずだと、うん、世界中の人にこう楽しんでもらえる可能性があるので、うん、こういう切り口でみんなでやってきませんかみたいな、こんなにすごいんですよ日本のカレーはみたいなことを一冊にまとめてるんですよね。なんかウェブ進化論を思い出させるタイプですね。昔私とか10年ぐらい前に。でもね、僕あれなんですよ、まだ多分、はい、あのまださ一番最後に呼ばれてないですよ、ね、まだ最後に言ってないですよ、はい、あのね、エピローグのあたりにものすごい僕は熱いこと書いてて、はい、でこれがね、僕が熱く書いてる割には、はい、あのまずこういう場所とかでも言うと大体失笑されるんですけど、うん、はい、あのカレーのオープンソース化っていうことを、カレーのオープンソース化カレーをもっとオープンソース化するべきだってことを力説してるんですよ。それは何ですか、誰かがカレーを独占してるんですか今。ね、はい、個々個別に独占してる。あ、そうなんですか。例えばね、カレー屋さんに、はい、あの日本全国カレー屋さんってまあ5000軒ぐらいあるって言われてますけど、はいはい、カレー屋さんのカレーっていうのはもう美味しいじゃないですか、うん、で行って食べて美味しいけれども、例えばお客さんがこれ美味しいんで作り方教えてくださいって言ったら、うんうんうん、教えてくれるシェフいないじゃないですか。まあ、それは向こうプロでそれで生きてますから ね, で, ね、はい、で、そこに僕は問題があるんじゃないかと思ってるんですよ。なるほど。要するにその美味しい味にたどり着いたカレー屋さんが、うん、もちろんそこを隠すから付加価値がついて商売成立するんだけれども、うんうん、もうそういう時代じゃないんじゃないかと。あ、そのカレー屋さんがそう、うん、もう自分のところのカレーの作り方はもう全部オープンにして、うん、みんな作っていいよと、うん、で、そういうふうにオープンにすると、うん、何が生まれるかというと、これは今僕が想像しているあれなんですけど、はい、そのまずあのプレイヤーが増えるんですよね、うん、あのお店の味、うん、レシピ教えてもらったから、うん、自分でも作れるかもしれないと、うん、でプレイヤーが増えると家で作ってみるわけじゃないですか、うん、ところが、うん、そんな簡単じゃないんですよ。もちろんやっぱりシェフはシェフの腕があるから、はい、ちゃんとしたあの 食材というか、そうそうもあるし、その例えばテクニック的なものも、はい、そのレシピに書かれたテクニック通り、うん、一般の人が再現できるかっていうとまたそんな簡単ではない、うん、でそういうことでこうトライアンドエラーが多分、ね、その全国で繰り返されるようになるんですよ、そのレシピを見ながら、うん、はい、で彼らは何を考えるかっていうと、自分たちで作ると、あ、自分たちでもそこそこできたとか、うん、なんか難しいけどちょっと楽しかったとか、うん、で食べる、はい、でまあまあ美味しい、うん、でもやっぱりあのお店の味にはならないよなってなるんですよ、はい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 、でそうすると、うん、あのシェフすごいってなるんですよ。それどっちにとってもいいんですよね、うんうんうん、でお客さんは楽しめる、うん、でもやっぱり再評価されるシェフは、はいはい、でそうやってもう一回じゃあお店行ってみようって食べる、うんうん、あ、やっぱうまいわっていうふうなことが繰り返されていくと、うんうん、レシピってもの自体がオープンソースで開かれてるので、はい、ここを全国の人たちが叩くわけじゃないですか、うん、叩き台にしてと、このレシピが進化する可能性があるんですよ、はいはい、でその中でなんかたまたま、うん、やばい店よりうまいのできちゃったみたいなのが生まれる可能性があるじゃないですか、うんうん、そしたらその人またオープンにしてほしいんですよ、うん、これなんか蜂蜜とあれ入れたらめっちゃくちゃうまくなったよみたいな、はい、でそう、それをまた真似る人が出るみたいなことをが繰り返されてると、それはもう IT の世界と同じで、確かにオープンソース化されて、うん、いろんな人の集合地で、はい、なんかグレードアップするっていうのが割とね、うん、IT もそうだし他のジャンルでも多分結構ある世界、なんかマーケティング手法としてノウハウを全部公開したとしても、うん、やってみて絶対できないところがあるんですよね。そうなんです。その結果その商品を使うしかないっていうのが出たりして、そう割とオープンすると実はもっと儲かったみたいな、そうなんですよね、あちこちでありますよね。でそういうトライアルを今までカレーの世界にいる人誰もしてこなかったので、うん、はい、で僕はそれをやったら日本のカレーのレベルが、うん、多分今まで10年かけて上がった分が2年ぐらいとかで、はい、こうスピードアップして上がる可能性があるの。なるほど。でそれを結構大真面目に、そうやってカレーが進化していったらもっと海外の人にも受け入れられるようになるとか。だから進化論なんですね。そうなんですよ。なるほど。で僕そのオープンソース化をこれからも叫んでいきたいと思ってるんですけど、うん、このね、あの最近は、ま、あのこの最初にカレーのオープンソース化って言った時の失笑がちょっと心地よくなってきた、はい、あのこのここで本で触れてる日本のカレーっていうのは、うん、日本にあるカレー屋さんのことなのか、うん、
日本カレーっていう、そういうカテゴリーのことで、まあそのいわゆるジャパニーズカレーっていうふうに僕は呼んでるものなんですけど、これ難しくて、はい、あの例えば日本にで僕らがカレーを食べようと思った時に、うん、インドカレーとかタイカレーっていうのは、うん、インド料理屋さんとかタイ料理屋さん行くじゃないですか、はいはい、あれはジャパニーズカレーとは言わないですよね。そうそう、ジャパニーズカレーはじゃあどこで食べるのかっていうと、うん、結構難しくないですか。そうで難しくて、実はそのジャパニーズカレーの定義が難しいんですよ、うん、で基本的にはカレー専門店で提供されているカレーはもう全部ジャパニーズカレーなんですよ、はい、カレー専門店というと例えば好きなカレー屋さんとかってありますか、はい、エチオピアとかですけど、神保町エチオピアはジャパニーズカレーなんですよ、はい、あれはジャパニーズカレーでいいんですか。であれなぜなら、はい、エチオピアみたいなカレーはインドにもタイにも他の国にも存在しないんですね、はい、あれエチオピアっていう国にはないんですか。ないです。あれはエチオピアっていうのは国の名前を店名に使ってるだけで、そうなんですか。そうなんですよ。エチオピアの人はあれを食ってると思って違うんですよ。違うんですよ。そう、あれ日本で作られた日本っぽいカレーなんですかね。そうだから日本人がオリジナルで編み出したカレーにエチオピアっていう、まあ、お店で提供してるので、はいはい、エチオピアのカレーで、それで言うと例えば、同じ神保町に京栄堂ってカレーさん、ありますね、はいはい、京栄堂僕すごい好きなんですけど、はい、あそこはスマトラカレーって言ってるんです。言ってますね、はい、でもスマトラ島にあんなカレーはないんです。ないんですか。スマトラ人はあれを食べてると思ってたんですけど違う違うんですか。ここで老舗で、はい、まあ、同じく老舗で言うと渋谷にムルギー、はい、ありますね、はい、でムルギーは、はい、あのお店の看板にインド料理って書いてあるんですよ、うんうん、インド料理ムルギー、うんうん、でもあのインド料理のエッセンス1ミリもないんですよね、あそこから。そうなんですか。そうなんですよ。だからなんかね、そういう意味で言うとあの辺のお店っていうのは全て、はい、日本人がもうオリジナルにスパイスを使って編み出したカレーで、うん、ああいうものは全部ジャパニーズカレーで、あのもっとすごく一般的なもので言えば、はい、ココイチとかゴーゴーカレーみたいな、うん、もうチェーン展開してるようなカレーもジャパニーズカレーだし、うん、あとは我々が家でルーを使って作るような固形のルーのカレーもジャパニーズカレーでしょ、うん、学校給食のカレーもジャパニーズカレー、で蕎麦屋のカレー丼みたいなやつもジャパニーズカレー、ね、結構多いんですね。そうなんです。だからそういう意味で言うと、すごく極端に言ったら、はい、インド料理屋とタイ料理屋以外の場所で食べるカレーは全部ジャパニーズカレーって言っていいぐらい。ティーヌで食べるカレーは、ティーヌはタイ料理屋なのであれはタイカレー、はい、タイカレーなんですね難しい。そうですよ。ただね、僕、はい、なんだろう、こう日本カレーってカレーって食べ物は世界中にパラパラあるんですよ、うん、はい、であるんだけれどもカレーっていうカルチャーは日本にしかないですね、うんうん、でそれは何が分かりやすいかというと、あのカレー専門店っていう存在が日本にしかないんですよ、うん、はい、海外はない。例えばないんですか、うん、だからインドにはインド料理店がある、はいはい、タイにはタイ料理店があって、カレー以外も置いてるわけですよね。そうそう、で、うん、イギリスに行くとイギリスめちゃくちゃカレー好きな人多いから、うん、はいはいはい、みんな食べに行くのはインド料理店食べるんですよ。そうですね、イギリスにカレー専門店はないので、うん、でアメリカに行ってもそれがヨーロッパ他の国に行ってもインド料理店はあっても、うん、インド料理店タイ料理店はあってもカレー専門店は存在しないんですよ。そうなんですね。であるとすると日本のカレーが海外進出して、うん、ゴーゴーカレーニューヨークに、ここいちは上海、中国だったりとかで行くと、日本のカレーはカレー専門店出してるんですよ。カレーを専門的に提供するお店っていうだけで、はい、すごく変な存在なんですよ。あるやっぱ日本独自の、そうそう、それが5000軒もあるのが日本なので、やばいですね。ちょっとそう考えると、そうだからね、なんか例えば日本料理和食って、はい、和食は例えば代表的な和食って例えば肉じゃがとかだとすると、アメリカに肉じゃが専門店が3000軒あるみたいな感覚ですよね。それは気持ち悪いですね。でも我々日本人からすると、え、何、肉じゃがだけ食べに行くのみたいな、うん、そう、変じゃないっていう、うん、でどこのお店行っても定食屋行ったら肉じゃがあるけど、うん、それだけでしないですもんね。そうそうそう、そう考えるとかなり異常なのがやっと分かりました。だからちょっと面白いんですよね。そうですね、